いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃん、かわいい。1歳くらいかな。男の子ですか？ああな、ハルト。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか、そういうふうにも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。キヨちゃん、なんならそいつは。お客さんでしょ。ナグモくん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。ノー、あんた、どっから来た？よそもんじゃろ。東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎に何の用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。どう、気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの、こんなかわいいお客さん初めてだから。普段来るのはろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。おう、東京もん、名前は？
桐生だ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ。怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほらもう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって。何見とるんじゃ。踊れ。酔って仇に喧嘩うんのか。大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ美人のままと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか。いいんだ。少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったろ。ぶち殺したろ。この辺りでええじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊れが悪いんじゃ。死ねえ。なんじゃと。このわしが。気が済んだか。踊りゃ何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ素人にだってやられる。待てや、こら。わしは広瀬一家の頭じゃ。
今度会ったらただじゃ済まんど。さっさと東京にいねえ。ああ、お客さん、大丈夫だったの？ああ、ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。さあ、それじゃあ何か飲まれます？この人がハルト君のお母さん？随分若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、桐生さんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありでな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい、力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村遥かって名前聞いたことないか？うん、あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かしてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それより桐生さん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だともう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。わかった、ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。ん？あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん飯野くん、水軍アパートなんだけど、少しの間うちのお客さん泊めてもらっていいかな？さっき電話したの飯野くんって町内会の人でね、空きアパートの管理人。もうずっと部屋が空いてるから、しばらく泊まっていってもいいって。すまないな、助かる。期待はしないでね。ずっと空きになってて手入れもされていないし、ただ布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったらまた飲みに来て。ハルト君にも会いたいし。親切なんだな、ありがとう。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていったところね。わかった。今度ここに来るときはちゃんと感情を払わせてもらうお待ちしてます。チート、あんた桐生さんか？ん？
キヨちゃんに頼まれた。スナック清美のママ。うちのアパートに泊まりたいんじゃろ？ああ。キリュウだ。この子はハルト。いいのじゃ。あんた、何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら。あ？取り入った？ふん。早よついてこいや。アパートはこっちじゃ。俺はあんまり歓迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとるわ。じゃけど青春のマドンナに言われたら仕方ないけ。俺と弱みじゃ。あんたもか。さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。南雲じゃろ。ああ、そんな名前だったな。三人とも同じ高校の出じゃ。わしと南雲とでキヨちゃんを取り寄った。そのキヨちゃんはわしらに愛想を尽かして東京に出てってしもうたがの。あのママは東京にいたのか。ママが出戻ってきてからは青春よ再びじゃ。じゃが南雲バカたりゃ極道なんぞなりよって、ガキンコらわしにどつき回されとったんで。大して強なかったくせに生きがるよって。のう、あんたキヨちゃんに優しゅうされたちゅうて英気になんなや。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけえの。よう覚えとけ。おれ、あんたらの部屋はここじゃ。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わんで。いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも時期見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での、漁師や船乗りも多かったけ、そがな連中の懐目当てにたくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。そいつらが水軍中て名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち陽明連合会ってヤクザに吸収されたがの。南雲のバカ誰も陽明連合会の枝じゃ。広瀬一家の若頭っちゅうとるが、五六人のちんけな組じゃ。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も元は陽明連合会の仕切っとった遊郭の跡じゃ。じゃけど一回長い造船不況があって人が減ってからなかなか戻ってこんわ。あんた東京からか。ああ。何しに来たか知らんがの、ここはよそ者が長居する町じゃないと。わかった。用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。よし、しばらくはここが俺らの家だぞ。悪くねえな。だろ、ハルト。お？ションベンか？よう、しまったろ。おい、じっとしてろ。すぐ済むから。おっと。そう、何度も同じ手は食わねえ。腹が減ってるのか？
しまったな。確かミルクはもう。いや、飲んだ飲んだ。そろそろ家に帰って寝るか。なんじゃ、お前さん民家じゃの。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。この子が腹を空かせて困ってるんだ。ん？そらお前さんのガキか。この時間はどこの店も開いとりゃせん。はよ家に帰って寝したりや。そう。よーしよーし。高い。それ。ほら。高い高い。なでなでしてほっ。よしよし。それ。よしよし。横に揺らしてほしいよな。横に揺らしてほしい。よしよし。ほら。高い高い。よしよし。なでなでしてほしいのか。なでなでしてほしいのか。よしよし。いい子だ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。ん？なんじゃおっさん。この子が腹を空かせて困ってるんだ。粉ミルクが今すぐ欲しい。こんないかついおっさんが育児しとるんか。こりゃ傑作じゃ。さて女に逃げられたんじゃろ。おっさんも大変じゃの。知らなければいい。じゃあな。まあ頑張ってくれや。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知りませんか。確かどこかの店に売っとったの。いつじゃったかの。わしが何か買うたついでに気がついたんじゃら。ああすまん、忘れてしもった。でも確かにこの近くに売っとるはずじゃ。よしよし。よし。
ちん。ほーら、高い高い。よしよし。よし。それ。ハッハッハ。よしよし。よしよし。高い高い。それ揺らすぞ。ほーら横揺らしたぞ。さあ縦揺らした。ほら揺れるぞ。その調子だ。この辺りで粉ミルクを売っている店を知らないか。おお、粉ミルクですか。私この間ここに引っ越し、コンビニでもあれば。大丈夫じゃけ、じいちゃん。変な男作っとらんじゃろ。今度会えるの楽しみにしとるわ。ん？この辺りで今目の前にチス、ほんでミルクを。じいちゃん知っとんの？うんうん、じいちゃんが薬局行ってみって。薬局行きゃ。そうか、薬局だな。ありがとう。さすがじいちゃん、よう知っとるの。よーしよーし。よしよし。ほーら横揺らしたぞ。ほーら高い高い。揺れるぞ。ほーら横揺らしたぞ。よしよし。ほーら揺れるぞ。さあ縦揺らした。それ、ほら、横揺らしたぞ。よしよし。それ、揺らすぞ。揺れるぞ。さあ縦揺らした。その調子だ。
すまない、誰かいないか、あげてくれ、赤ん坊のミルクがいるんだ。こんな時間に困るんよ、もうお店は閉めとるんで。悪いな、ミルクだけでいいんだ、売ってもらえないか。子供が泣き止まねえ。明日また来て使わさい、ちょうど切らしておりますけ。そうなのか、なら他に売ってる店は。この辺にはないの。参ったな、どうすりゃいいんだ。あんたどっから金さった。いや悪いな、ばあさん、世間話は今度にしてくれ。とにかくどこかでミルク、いや離乳食でもいい、手に入らねえか。そうじゃねえ、いいのなら何とかしてくれるかもしれんな。いいの？町内会のいいのか、水軍アパート知っとるんか。あの鼻垂れじゃったら何とかするじゃろう、便利な男じゃけ。今どこにいるかわかるか。知らんの。そうか、横揺らしたぞ。これ揺らすぞ。ほら揺れるぞ。ほら横揺らしたぞ。よしよし。高い高い。さあ縦揺らした。ほら揺れるぞ。よしよし。それハッハッハ。横揺らしたぞ。よしよし。それ揺らすぞ。ほら高い高い。よしよし。揺れるぞ。さあ縦揺らし。くそ、大泣きしちまった。あれ、キリュウさん、飯野くんのアパートどうでした？ああ、そっちは大丈夫だ。それよりまた飯野に連絡を取ってくれねえか。
ハルトが泣き止まなくて困ってんだ。ミルクを手に入れたい。あ、わかった。ちょっと待ってて。すまない、店の前で待ってる。もう少しの辛抱だ。悪いな、ハルト。キリュウさん、飯野君からの伝言。この近くの床屋さんに赤ちゃんがいるんだけど、そこでミルクを分けてもらったらいいって。床屋か？このスナック街にあるのか。うん、案内してあげたいけど、今ちょっと手が離せなくて。いや、いいんだ。わかった、少し探してみる。すまない、ちょっといいか。何か？ああ、実はちょっと赤ん坊のことで困ってて。ちょっとなあ、あんたそがんなとこでやめてや。なんならでかい声出すなや、細工が。やかましいんじゃ。邪魔すんな、ちゃんと便所に行ってやれ。
どこでやろうがわしの勝手じゃ。引っ込んどれ。人んちの前で何すんの。はよあっち行きんさいや。くそー、ラジがあかね。すまない、この子を少し頼む。なん、ちょっと。おい、いい加減にしろ。お前が邪魔で大事な話が進まねえ。なんじゃこら、やるんか。黙れ、消えると言ってるんだ。それが喧嘩売っとるっちゅんじゃ。上等じゃ。踊れ、ぶち殺しちゃるぞ。なんなんよ、あんたら。人んちの前で大騒ぎしてからに。すまない。実はこの店に赤ん坊がいるって聞いて、ミルクを分けてもらおうと思ってきたんだ。わかった、ええよ。ちょっと待っとって。この辺りは店が閉まるんが早いんじゃけ、ミルクは日のあるうちに切らさんようにせんにゃいけんよ。身に染みてわかったよ。ありがとう、とにかく助かった。ええけ、早帰って飲ませてやりんさい。いつまでも泣かしとったらかわいそうじゃけん。ああ、ハルト、ほら、ミルクだぞ。待たせて悪かったな。おい、なんだよ、ミルクが欲しかったんじゃねえのか。ん？キリュウさん、清美です。スナック清美の。ああ、開いてる。入ってくれ。やっぱり。ちょっといい？え？お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。眠いのね。眠い？こういう時は優しく抱っこしてしばらく待つしかないかな。それだけか。うん。マジかよ。大変でしたね、キリュウさん。あんた、わざわざ心配して来てくれたのか。うん、なんかほっとけなくて。迷惑かもしれないけど。面倒見がいいんだな。店の方はいいのか。うちに来るのはみんな常連さんだから、今は少しくらい私がいなくても平気。あんたにも子供がいるのか。え？子供の扱いに慣れてる。少し前に友達の子供を預かったことがあるから。あ、そろそろ店に戻らなきゃ。
おやすみなさい。今日はゆっくり休んで、明日またハルト君のパパを探すんでしょ。ああそうだな。それじゃ。おう、まだ心うるずっとってんか悪い。ナグモか。何か用か。冷たいの。もう知らん中じゃないじゃろうが。お？今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。なら早う東京に帰ったらどうじゃ。あ？頭、そいつは誰なんです？よう聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。あの頭、もうそろそろ時間なんすけど、早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。誰が文句言おうが知らんわ。おい、言うた。踊れ、頭に向かって偉そうな口聞きよって。まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつもう聞いてねえみたいですけど。ほら、あのクソゲタが。今度にしましょうね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、キリュウ。じゃがの、今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。ったく、面倒なのに関わっちまったな。噂をすればってやつだ。ん？ちょうど今桐生さんのところに行こうと思ってたの。ちょっと頼みがあって。俺にか。なんだ。桐生さん、野球できます？うん、まあルールくらいは知っている。そっか。飯野君のやってる草野球チームで今日これから試合があるんだけどね、急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらには昨夜から世話になりっぱなしだしな。ごめんなさい、なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか。うん、球場まで案内するけど、私まだ支度があるから、先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？ロープウェイ乗り場か。すぐに追いつけると思う。
ああ、わかった。